時警学園停留所は、北海道札幌市南区にあった、上山系鉄道線の停留所である。1957年に、上山系鉄道は、東急の系列会社となり、その後不動産等の鉄道沿線開発に力を入れるようになる。その一環として沿線への学校の誘致が行われ、上山系鉄道が、土地約1万坪を寄付する形で、 札幌寺系女子高等学校が1959年4月に開校した。開校に合わせて通学生の利便のため学校の最寄りに設置されたのが本停留場である。短式ホーム一面一線の停留場であったが、広い待合室を備えた立派な駅舎を持ち、通学時間帯には駅員が配置されていた。定期券の販売も行われていたが、 学生の増加に伴い混雑が激しくなり、学校への出張販売も行われていた。朝夕には当駅発着の学生専用電車も運行されていた。札幌寺系女子高等学校は駅から600メートルほど東側の丘の上にあった。駅開業後、急速に宅地化が進み、停留所周辺には学生相手の商店等もできた。上山系鉄道線廃止後の 札幌市営地下鉄南北線建設にあたっては、近隣住民から到底留所跡地への駅設置が期待されていたが実現せず、400メートルほど南側に自衛隊前駅が設置されることとなった。駅舎は札幌市営地下鉄南北線自衛隊前駅より400メートルほど北側にあった。駅跡には札幌市住川自動会館と札幌南消防署、 住み出張所が立つ。ありがとうございます。